大臣、よろしくお願いいたします。どうも。私からですね、冒頭4点ございます。一つはですね、アメリカの国防受験法の運用に関する日米協議のことで、あります。他の関係大臣からもお話があったのではないかと思います。我が国はイランの核問題に関する米国をはじめとする国際社会の深刻な懸念というものを共有をしています。対話と圧力のアプローチに基づいて、イランに対し国際社会と協調しつつ効果的な圧力をかけつつ、伝統的な関係に基づく働きかけを通じて問題の平和的外交的解決に努力をしてきています。アメリカの国防受験法に関するアメリカとの協議でありますけれども、我が国のイラン産原油の輸入が過去5年間で約 40%、50万 BD から32万BD でありますけれども、削減されており、東日本大震災以降、化石燃料需要が増大する、困難な状況の中でもですね、この傾向は加速をされていると。2012年も相当程度削減されていく方向との認識について具体的に米側に説明をしてきたところでございます。こうした協議を通じて例外措置を含む同法の柔軟な運用を要請してきたところでありますが、米国時間昨20日米側から国防受験法の例外規定を我が国に適用することを決定したとの連絡があったので、報告をいたします。それとですね、チリのピニェラ大統領の来日でありますが、28日から30日までの日程でチリのピニェラ大統領及び同レイ夫人が実務訪問賓客として来日します。ピニェラ大統領の来日は2010年11月の横浜 APEC 首脳会議に参加して以来となります。ピニェラ大統領は今回の滞在中、29日に野田総理大臣と首脳会談を行い、二国間関係や国際条理での協力等について意見交換する予定です。また我が国と同じく地震国であるチリは防災協力のパートナーで、あり、ピニェラ大統領は30日に宮城県南三陸町を訪問し、被災地等を視察する予定です。今回のピニェラ大統領の訪日を通じて、経済及び防災分野をはじめとする二国間関係、また国際条理での協力関係の進展が期待されます。3点目でありますが、本日付で、久坂中東アフリカ局アフリカ審議官を事務局長として、 TICAD5 の事務局をアフリカ審議官組織に設置をいたしました。同事務局は2013年6月1日から3日に横浜市で開催される第5回アフリカ開発会議および準備会合につき、プレス関係を含む設営運営業務全般を担います。アフリカは近年アジアに次ぐ経済フロンティアとして、日本企業の関心を集めています。成長著しいアフリカとの関係強化は我が国にとっても大きなチャンスであり、TICAD5 を日本とアフリカの関係を新しいステージに引き上げる、我が国の成長にもつなげる、そういった契機にしたいと考えています。最後でありますが、日米桜フェスティバルでありますが、本年は日本が桜を米国に寄贈植樹してから100周年を迎えます。これを祝うべく、外務省は3月31日恵比寿ガーデンプレイスにおきまして日米桜フェスティバルを開催します。本フェスティバルでは航空自衛隊や在日米軍の音楽隊によるジョイントコンサートや震災支援に対する謝意表明と、ポップカルチャー発信のために訪米した桜メッセンジャー AKB48 のメンバーによる訪米報告、アーティストの白井貴子さんと地元小学生たちによる総勢約80名による大合唱が行われます。以上です。はい、それでは質疑応答に入らせていただきます。質問はなるべく簡潔にお願いいたします。でそれでは質問がありますか。どうぞ、土佐さん、どうぞ。朝日新聞の土佐です。はい、アメリカの国防受験法に関するです。はいはい、
で大臣はこれまでそのイランに対しては日本はそのまた欧米とは一線を画したアプローチというか関係を維持してきたというふうにおっしゃっていましたが、今回の、まあ例外的除外に受けたことでですね、イランにとっては、まあ日本もですね欧米側に立って、制裁を行っているというふうにも映るように思いますが、今後日本としてはですねどのような形で、イランに対してですねアプローチ働きかけをしていくんでしょうか。はい、まずこのイランの核開発の問題につきましては何より国際協調がまず必要であるというふうに考えています。これまでも繰り返し申し上げてまいりましたけれども、効果的な制裁、そして、良いタイミングでの対話ということが大事なんだというふうに思ってます。私は現在制裁局面にあって、制裁について一定の効果を発揮しつつあるというふうに考えています。昨年末の日米外相会談でもまさに効果的な制裁足りうるためにどうするかということについてかなり突っ込んだ意見交換を日米外相間でさせていただいたということでありまして、まさにその慎重な運用がですね今回、一つの成果となって、私だけじゃありませんけれども、さまざまな閣僚や関係省庁等々日本国政府の働きかけ、が成果を一つ生んでいるというふうに思います。で今のご質問はですね、じゃあイランに対してどうするんだということでありますが、私は大事なのはやはり一つはタイミングということではないかというふうに思ってます。で働きかけをするときに伝統的な友好関係があるかないかということは大切なことで、ありますので、それはですね、そういった時期になれば有効な働きかけを行うべくですね、考えていきたいというふうに思っております。他の質問ございましたらどうぞ。はい、ダウジョンズ八津さん。マイクダウジョンズの岩田です。はい、すいません大臣、一つ教えてください。はい、今日ですね2時から その石油連盟会長の会見で2時からはい、石油連会長 の, その、はい、天保さんが言ってたんですけども、はい、そのアメリカ の, その制裁対象国のリストからそのこの件に関して日本が外れたのは、非常に歓迎するけれども、EU が提案している EU の, その,、うん、保険の保険を しないというその制裁の対象からもう外れなければそのなんていうかこうイランから原油を輸入できないこと自体は変わらないので、この問題も政府に頑張って解決してほしいと言ってたんですけども、これについてその現場大臣として何か今交渉中であるとかこうしたいとかお話になれることありますか。一言で言えばですね、働きかけを行っているところです。おっしゃるようにイラン産原油のこの輸送等にかかるですね保険再保険の提供の禁止を EU は1月の下旬だったと思いますけれども決定をしているわけであります。でこの保険再保険の措置の詳細はまさに今検討中ということで、あります。で措置の内容によってはですね、確かに国際的な原油市場あるいは我が国のイラン産原油の輸入に影響を与える恐れがあります。したがって、それらの影響が最小限になるように、例えば19日だったと思いますけれども、私からアシュトン EU 上級代表に電話をいたしました。EU 側にですね、様々な形で働きかけを行っているということであります。今後とも働きかけを行っていくとともにですね、いずれにせよ我が国への原油の安定供給確保に支障をきたさぬように万全を期したいというふうに考えております。他のご質問ございましたら野口さん。
日本テレビの野口です、はい、北朝鮮によります、はい、ミサイルなのか衛星なのか、はい、発射の予告に関してなんですけども、はいはい、現時点での日本政府の、情報の収集分析状況を教えていただきたいのと、それと来週月曜と火曜日にソウルで各セキュリティサミットがありますが、このソウルの場でですね、関係各国首脳集まりますけれども、何らか北に対して自制を促すメッセージ等を発する可能性はあるんでしょうか。ですね、これは、IMO がですね、一つはいわゆる解消というんでしょうか、発出をしているという状況はもう皆さんご存知の通りでありまして、引き続きですね、米国、韓国、そして中国、ロシアなどと連携をして自制を求めたいというふうに思っています。核セキュリティサミットで、という話につきましてはですね、現時点で、固まっておりませんけれども、ただ関係国、特に関係国にとってはですね、やはり地域のですね、平和と安定を損なう恐れがあるわけでありますから、そういったことは大事な話としてですね、取り扱われる可能性はあるのではないかというふうには私個人的にはですね、思います。でさらに言えば、防衛省は防衛省でですね、いわゆるその我が国のですね、領域に飛来する恐れ、あるいはその落下する、そういったことなどもさまざま想定しながらですね、かつての確か09年だったと思いますけれども、09年の措置なども参考にしながらですね、対応に万全を期すということにも含めて今検討しているということでございます。他にございますか。横田さん。すみません、毎日新聞の横田です。北の関係で関連なんですけれども、PAC-3 の配備について防衛副大臣が、沖縄本島と石垣島ということを昨日研究をされているんですけれども、沖縄については米軍の嘉手納基地に米軍のものですが PAC-3 が配備されていると思うんですが、この活用ということも検討していくことになるのかどうか、その辺のご見解をお願いいたします。いずれにしてもですね、先ほど申し上げたように、万全を期すと、そのために一番良い方法を考えていくということではないかというふうに、思います。他のご質問ございますでしょうか。島田さん。NHK の島田です、はい、一部報道で在日米軍の再編の日米協議に関連してですね、嘉手納以南 のアメリカ軍のご施設について返還に向けて新たに協議機関を設置すると、で返還計画を作っていくといった報道があったんですが、事実関係と、もしこういった協議機関設置されるのであれば、どういったもので、それから、どういった目的でされるのでしょうか。もう一つ一つのですね、この在日米軍再編の報道についてですね、コメントをするのは基本的に差し控えたいというふうに思っているんですけれども、いずれにせよ沖縄のですね、負担というものができるだけ早期に軽減されるという、大きな視点というものに立ってですね、全力を尽くしたいというふうに考えております。他のご質問ございますでしょうか。吉岡さん。
NHK の吉岡です、はい、核セキュリティサミットですけれども、あのイミョンバク大統領は昨日一部の報道機関とのインタビューに応じて、サミットではその核兵器2万個分に当たる、まあ、プルトニウムおよび、高濃縮ウランを削減するというところで合意を目指したいというふうにおっしゃっていました、日本政府としてまあ、セキュリティサミットに臨むにあたってですね、の検討状況と、もし仮にそういうことの合意に至ればですね、日本もそれなりの、まあ、削減の割り当てといいましょうか、削減をする方向で調整をされると思うんですけれども、その国内の調整状況と合わせて伺えればと思います。これ今の吉岡さんの質問はですね、私はつまりはイ・ミョンバク大統領の発言を聞かれているというふうに推測いたしますけれども、率直に申し上げて承知していないです。はい、そういう検討がなされていることです。はい、はい、他のご質問ございますでしょうか。松尾さん。琉球新報の松尾と言います。はい、米軍再編についてお聞きします。はい、先ほどの嘉手納より南の米軍施設の返還ですが、普天間施設と切り離された時点でご施設の返還というのは白紙に戻ったという理解でよろしいでしょうか。それとも大臣がおっしゃるように沖縄の負担軽減を実現するということはアメリカ側もその認識を共有して先行して返還するという意識をアメリカも持っているんでしょうか。白紙に戻ったという意味合いが私にはですね今よくわからないんですけれども、結局パッケージを切り離さずにですね、そのまま膠着状況のまま置いといた場合に何が起きるかといえば、嘉手納以南のご施設についての返還そのものについて協議すらできないということなのではないでしょうか。切り離したことで初めて嘉手納以南のご施設の返還について、より具体的に協議をすることができるようになったということだと私は確信をしています。はい、他のご質問ございますか。田村さん。読売新聞の田村です。はい、お世話になります。すみません、冒頭のイランの制裁に関しての質問に戻って恐縮なんですけれども、はいはい、大臣今効果的な制裁を実現しなければならないというところを、はい、おっしゃったんですが、その効果的な制裁のためにはですね、やっぱり、まあ、制裁にどう国際社会に協調していない、ね、まあ、いわゆる中国とかですね、インドとか、はい、原油をこう買っている、買い続けている国がありますけれども、そういった国々への対応というのも非常に大事になってくるかと、そのあたりですね、より効果的な制裁を実現するために今後どうしていくべきか、お考えをお伺いしたいのですが、よろしくお願いいたします。全く同感です。つまり、中国、インドともですね、よく意思疎通、意見交換をこの問題で図っていかなければならないというふうに思ってます。で、そのことを合わせて私は日米外相会談でも話をしました。ですからおっしゃった通りですね、国際協調が必要で、その制裁が必要なんですね。で、一定の効果が出てきているんですけど、それをより効果的にしていくという観点が大事であって、そのためにはこの次の問題っていうのは今おっしゃったことがですね、私は大事な課題になるというふうに認識しています。この間一貫して同じ認識です。はい、他によろしいでしょうか。はい、神出さん。フリーランス記者の神出と申します。はい、ちょっと外務大臣のまたではないんですが、はい、全体的な話で、はい、まあ、大連立の問題がまた浮上しております。はい、まあ、いろいろなところの大臣会見でもやっぱり出てると思うんですけども、はい、この意味とこういうのが出てきたという意義と、それから大臣ご自身が、まあ、今大連立が起きてきていることに対してどうお考えになって、何が大切なことなのか、政治を進めるためにその辺のご見解を聞かせていただけますでしょうか。私はですね、
第1党、第2党の党首が、まあ、表だろうが裏だろうがいくらあってもいいと私は思って、います、大事なことは合意形成ができる政治であるというふうに思っています。誰もがやらなければならない、ある意味決まりきっていることについて、決められていないのではないか、決めることができないのではないかということが今の既成政党に対する不信というものにつながっているというふうに考えておりますので、これは民主党はもちろんでありますけれども、民主党だけではなくて既成の政党すべてがですね、そういった国民の皆さんの感覚に対してですね、しっかりと対応して物事を一つ一つですね、難しい課題であっても解決をしていくということを具体的に示すということが大切であるというふうに考えております。時間となりましたけどよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。どうもありがとうございます。